ゲッタヒト、グッタシャー。綺麗ぞ、すごいヒレが。やばいファイトしてる。出た出た、ドラマフィッシュが。これ鬼だよ鬼。やばいやばい、ケイちゃんとヒット。ネイティブ来た。あ、ネイティブネイティブ。うおうお。じゃあちょっとフェザクラでやっていきたいと思います。この手前の岩礁地帯、まあ割と浅いですね、まあ、その向こうはドカンと落ちてるんですけど、その手前ですね、水深 1,2 メーターっていうところらへんの岩礁地帯をフェザクラで岩の上を通してきます。うぅ、バイト来たよ。 OK、 ダヒト。お湯いいかな。よっしゃっしゃ、これこれはレインボーか。レインボーよっしゃー、これ放流やな。この間放流があったんで、放流はヘレがかけてる。ブラウンかと思ったけど、イヤバやったから。レインボーでしたね、はい。はい、やりました。放流ですけど、放流魚のレインボー。やっぱネイティブと全然違うよな、綺麗さが。ドス黒いよな。可愛いレインボーの35ぐらいやったけど、見事、フェザクラでゲットすることができました。水深まあ 1,2 メーターぐらいってところなんで、投げて10カウントぐらい沈めてから巻いてくるという感じで、ゴツンと。一回乗らんかったんですけど、追い食いみたいな感じで来ましたね。はい、ナイス。はい、ネイティブになって帰ってきてね。今日はカッパリ用のタックルで PE0.4 リーダー8ポンドガチンコやから余裕で寄ってきたらあのサイズやったら、まあ、ちょっとサイズアップ狙っていきたいと思います。はい、水門のところです。普通にダムみたいになってる。意外にこういうところライトイングと撮影そうな気もせんでもないけど、なんかバスがいそう。マスというかバスがいすごい気持ちいいですね。海みたい。これが湖とは思えんな。はい、じゃあちょっと新しいポイント、ここもね結構岩がかなり荒い、まあ、やっていきます。はい、フェザクラでこの岩礁地帯の少なを縫うような感じでリトリーブしていつきのブラウンを取ってやろうかと思います。岩の上に立ってるからなかなかに足場悪い。手前5メーターちょいぐらい結構大きい岩がゴロゴロあるんで、まあ引っかかっちゃうんでボトム沈めちゃうと。なのでちょっとその上をフェザクラでちょっと巻いていきます。岩にタイトにブラウンがついてたら一発で出るんやろうとは思うけど、一発やで。よっしゃ、これブラウンちゃんか。フェザクラポイント入って1投目。ブラウンや。これ放流っぽいな。放流ブラウンポイントに入って1投目でした。フェザクラ 2.7 ページです。まあ、次はこういう小尻湾の岩礁地帯ですかね。これ岩が下ゴロゴロしてるんで結構足場悪いんですけど、今も僕これ実は石の上立ってるんでここ滑り落ちたらドボンといく感じ。まあこの辺は浅いからいいんやけど、まあ、結構危険地帯というか足場悪い中ゴロゴロしてる岩が手前5メーターぐらいずっと入ってて、そこからドンと落ちてるような感じ。そこのブレイクの際に釣りと魚をちょっと狙おうかなっていう、フェザクラでちょっと通していきたいと思います。フェザクラ、よっしゃー。あ、全然放流だった全然放流でしたねバッチリ下顎フッキングですね。フェザクラ何回もゴンゴン来て乗らんかったけど、やっぱこういう岩場のところはフェザクラかなり強いな。放流にじます。フェザクラベージュ 2.7 カウントの30ぐらいまでボトムまで沈めてゆっくりスローに巻いてくる感じ。手前すげえ浅いんですよね、岩のブレイクで。そこからドンと落ちてる感じなんですけど、岩の切れ目のちょっと先ぐらい僕多分回遊しないと思うんですよね、まあ、そこをうまいことフェザクラで通せばバチです。放流やけどね。放流のブラウンやな。ザ放流フェザクラ 2.7 シャローの岩場についてましたね。やっぱ岩場についとるブラウンがおったらやっぱ勝負早い。ネイティブになってくれよ、育ってください
芦ノ湖に来ております。今日も風がない。でもきっと絶対昼には爆風もあるある。今日は風が絶対吹くってもう諦めてるから、いつも期待を込めて今日風がないラッキーとかってなって、後でもエロい目に見るっていうのは最近のパターンやからね。さあで今日はね、新井さんが、来てます。はい、前回ねちょっと新井さん釣れなかったんで、あ、ちっちゃいの釣れたか、なんか東山子サイズが釣れた、ところ、まあ、新井さんがね今日はリベンジとなんとかしてもらって、でまあ僕は今日なんとかネイティブ1本、もう1本でいいんすよほんまに。もうこんだけ釣れてない中やったらね、1本なんとか素晴らしいやつをね取りたいですね今日も。で今日はケイちゃんもね1本なんとか、はい、頑張ります。芦ノ湖に来て1本も取れてないからな、こんなに来てるのにね私だけ釣れてないっていうね今日釣れんかったらもう引退やろ。引退です。芦ノ湖引退、もう来ませんそれは俺的にも困るから、ちょっとなんとか1本釣ってもらうと絶対来ません釣れますよ新井さんがちょっと今トイレ行ってるんで、先にもうボート乗っちゃおうかなと思います。はい、頑張りましょう。頑張ります。はい、桟橋に来たけどすげえでっかいバスがいるんだよな、あれ55ぐらいある。さあ、いや今日も足こぎ1本取り行きます。はい、新井さんの登場です。トイレから帰ってきたようです。はい、まだ試行錯誤中ですけど、はい、それでネイティブ行ってください。はい、了解です。おすすめは薪です、完全に。はい、さあ新井さんが魚探を今日は持ってきてくれてます。いや今日は新井魚探で水深を測ってもらって、それ魚とかも映るんですか東山湖で魚探を試しで使ってみたら、全層に魚がびっしり映ってたらしい。今日はそんなことはないですか。マジっすか、絶望じゃないですか。今のところイワしか映ってないらしい。ちょっと重いので沈ませたから巻き上げてこよう。おでっけえ50ぐらいの桜のスポーやつが巻き上げてブワー送ってきた。びっくりした。いるでかかったのよ、この間釣った桜もすぐらいのやつ。いますね、完全にネイティブでした。はい、当たった？結構巻いてきたかな。割と上やな、じゃあスローに。あ、デジ巻きしてたの？マジか。4グラムやな、それワカサギの。でもケイちゃん2回当たってます。ワカサギウイングの4グラム。割とでも上の方ですね。ボール中に1回僕も持ってかれて。あ、マジか。合わせミス。へえ。俺だけノーバイツ。チェイスだけ。ワカサギですか？ワカサギです。寒くなってきた。ほんとここはなんか下界と全然違うね。でもやっぱ気持ちいいな、ボード足の方やっぱ気持ちいいわ。どんどん好きになってくるよな。最初はほんと二度と来ないよって思ったっけ風がなかったらほんとに雰囲気ええな。でも今日ほんと昼から爆風のような方だから恐ろしいよな。風が出てきたよ、ついに。いよいよ始まったな。えぐいえぐいえぐいな、めっちゃいったよこれ。あいさん、あっち行ってみません？新たなポイント発掘しに行こう。やばい、とんでもない水深やから手パンパンになりますよ、腰痛いし。リール欲しいか。そうですね、これこそリール欲しいわ。しかしまあ分かってはいたけど厳しい戦いになりそうですね。GD1 の方が余裕はこっちかった。圧倒的になんか向こうですよね。さっきおばちゃんに聞いたらやっぱ向こうになんか魚は寄るみたいですよ。水温が1度違うらしいですよ、1日おったら。絶対釣れますね。ただ放流の可能性は高そうです。新井さんネイティブ取ってもらわんと、そろそろもう振りが長すぎるでしょ。もう振りは十分効いてるんで釣ってください。レインボーのネイティブめっちゃジャンプするらしいですよ。もうバンバンバン、ネイティブの感動はね最高っす。ケイちゃんが今日釣れなかったらもう引退するって言ってるんですよ。芦ノ湖引退、もう二度と来ないって。何としても釣ってもらわんとあかんのです、俺が困るんで。これ僕から取っていいんですか？あ、全然買いちゃって大丈夫。ほんまですか？大丈夫です。はい、お、すげえ魚の群れ、魚の群れ。やっぱここなんだな、魚の通り場って。なぜかここなんだろうな。お、すげえ上から下まで全部魚、魚だらけ、魚だらけ。テンション上がるな、これ。魚探の反応がえぐい。お、来た。当たった？いるね。来た。やばいファイトしてる。派手なファイトしましたね。めっちゃ綺麗じゃないですか。めっちゃ綺麗。やばい。こ
ワカサギウイング5g 炸裂した。ナイスフィッシュ、ワカサギ 5g。 それ60近いあるんじゃないですか。石川さんの言う通りこのやっぱここでしょ、はい、そうなんですよね。出た出た、ドラマフィッシュが。よかった、ついにネイティブリベンジ達成ですね。魚タングピー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 ね、言い出したんですよ。最初上の方にキューって魚が来て、あ上やと思ったら次下で、ほんなら次前走に回ってたんですよ。やばいと思って、えぐいえぐいって投げろ投げろって言って投げてた当たりが来て、ほんなら荒井さんが次釣ったんです。魚タン結構正確かもしれないです。もうあそこでずっと粘るのが一番硬いかもしれないです。これでかい、これ60あるっすよ、ちょうど60よこれが。いやすごいじゃん、ピンシャンじゃん。ピンシャンピンシャン食べたら美味しいやん。あ美味しいんですか。うん、ピンシャンだから。だって氷もんじゃないもん。あ、はい、60です、バッチリ。はい、オッケー。荒井さん、はい、やりましたね。やりました、ね、60ネイティブ、ワカサギウイングの力あってこそ。いやでもほんまね、僕以外でもワカサギウイングが釣れるっていうことが証明できたから、大きな一本。やっぱネイティブキラーですね、あれ絶対、はい、トヨタだけじゃなくてバスも有効なんじゃないですか。ああ確かに、はい、いけそう、うん、試してみたいですね。この時間帯で釣れたから後が楽やわ。あこの後釣れんくてももう何とかなるわ、のんびりいける。そして早速あそこの釣ったところのポイントに早速ボート入った。よう見てはるわ、ファイトエグかったっすもんね。ボコボコ、どこまでちょっとビデオが間に合ったかどうかやけどな。ビデオの尺稼ごうと思ってわざと粘ろうと思ったんですけど、いや本当に持ってが出てました。粘る必要なし。やばい、ね、エグいパワーでしょ、ね、ヒレがやっぱあんだけピンピンででかかったらよう引くっすよね。そうですね。じゃあちょっとさっきのヒットパターンでも、沖の方に投げてずっとボトムをトレースしてくるような感じで、最後の最後で、まあシャドウがあるんでそこ巻き上げたところをバクンと、あれでしょ、一回チェイスでついてきたんでしょ。そうですね、はい、でずっと追ってきてるのが見えてて、で浮かせた瞬間に食うとこ見えたんですか。はい、でもう その時に食ったんです。一番興奮するやつ、芦ノ湖でサイト、はい、60アップのメイっていうサイトで食わした伝説や。僕はカツカレー、新井さんもカレー、ケイちゃんもカレー、なんでやねん。なんで全員カレーやねん。はい、じゃあちょっと、昼一やっていきます。ここから、岸が見えると思うんですけど、あの岸のブレイクラインですね、10メーターぐらいのところからドカンと落ち込んでるんで、まあ、そこの際沿いですね、このワカサギウイングの 5g でついてるブラウンがいたら一撃やと思うんで狙いたいと思います。はい、よし、まず浅瀬のところに飛ばして、そこから徐々にこうフォールさせていって、ブレイクのところにこう舐めるように落としていくような感じ。寝がかりかと思ったよ。まあまあちゃうかこれ。すげえ、すげえ重いね。これブラウンやな。全然浮いてこない。B04 やから。かなりドラグ硬くしてるな。よっしゃ、やりました、ヒレピンピンのネイティブプラン、やりましたよ、ワカサギウイングの 5g です。めっちゃ引いた。 P04 やからかなりドラグきつめに沿ったから、もう竿の粘りだけでかなり頑張ったけど全然浮いてこんかった。やばい、むちゃくちゃ綺麗よね。50ちょいぐらいの、まあ、さっきの荒井さんの後やから見劣りするけど、金色に輝いている芦ノ湖ブラウン、やりました、ワカサギウイング 5g。 やばい、販売決定やな。ボトムに魚反応が出てるんで、魚タンを頼りに 5g のフリーホールでカウント50、えげつない深さ。これでもまたシャローの方です。ちょっと可変リトリーブでいきます。早巻き、ゆる巻き、早巻き、ゆる巻きみたいな感じで。くた、うわ乗らんかった、ちくしょう。ほら見てよこれ、ワカサギが、ちくしょう。リアクション入れんとあかんな、やっぱリアクション入れんと食わんな。さっきの何だったんだろう、ネイティブかな。ああいう一撃を取れんかったら痛いよな、やっぱ。お、何今の、すごかったよね、超絶なライズが出たよ。お、食った、乗らず、さっきのやろな多分。
どでかいライズのところに放り込んだらバイト来たのに。ノラスだよ。ちくしょう。今の千載一遇のチャンスやったよ。ああやっちまったな。ドラマフィッシュやったよ今の。今日のサムネイルフィッシュやったよ。やっちまった。シェイキング入れながらのリトリーブ。おっ、くた。うわ。またバレた。シェイキングリトリーブ。カウント50のラインやね。5グラムで。結構食うんやけどな。今のもエアタイやったよ。またこれだよ。ガムのようにくっちくちゃにされてる。またやっちまったよ。やべえなこれ。こんなことしてたら。来た？来た？よしよし。オッケー。おお来てる。でかいでかい。ひでびん。ネイティブネイティブ。うお大ジャンプ。やばいやばい。ケイちゃんヘッドヘッド。いや大丈夫大丈夫。えぐいえぐいえぐい引きや。ネイティブ来た。あネイティブネイティブ。うちょっとドラが硬いかもしれない。逆に心配やな。切れそうや。糸が細いからこれ。うん、糸切れるかもしれない。うお外れた外れた外れた。なんで。残念、ワカサギウイング 5g が炸裂したのに。あ、4g かこれ。うわ惜しかったね。大ジャンプやったな。あんだけジャンプするのは絶対ネイティブで。フィリピンピンやったし。5時ぐらいやったな。ええやつやったな。うん、あったあった。あんな大ジャンプ連発久々に見た。なんで見たの？やっぱジャンプされたから。その時にラインのテンションが緩んだんだよ。ファーッと。ああいう時はもう差を下げなあかんな。やっぱジャンプするからで常に巻く感じでいかなあかん。でもワカサギウイング釣れるってことが分かったな。頑張れ、まだチャンスはある。あ、じゃあちょっと僕も行きますわ。はい、ということでお疲れ様でした。お疲れ様でした、はい、今日はね、新井さん見事にリベンジ達成ですね。ワカサギジャイアントのおかげで。ワカサギジャイアント、いやワカサギウイングですよ。ちょっと間違っちゃった。でも見事な60のネイティブ、あれは値打ちもんですよね。引きがえぐかったです。えぐかったっすよね。ファイトが派手でしたよね。そうです。コモコンね、あれはやっぱ足の子じゃないと味わえないネイティブ。ネイティブ最高。そうですね。合言葉みたいになってる。ね、今日で引退をかけたケイちゃん、惜しかったね。あれじゃ終われへん。これで諦めつくの。やばいわ。次からもう僕一人で据え置きの動画になってる可能性が。次のオープニングがどうなるかっていうね。で僕がネイチブブラウンなんとかね、まあ、50センチぐらいやったんですけど、まあ、めちゃくちゃ綺麗かったですね。あれもね、足の子ブラウンってですよね。まあ、心からの声聞こえ。いや、もしくは引退したかったんだよ。わざと最後テンション緩めたんだよ。これ撮ったらまた付き添わなあかんみたいな。バレろバレろ。俺後で動画ちょっとよく見とこう。さあ、こうやってプルルってやってないかなと思って。足の子のレインボーはやっぱり完成じゃ味わえない。味わえないですね。やっぱりね、あれはもうぜひともこれね、みんなに味わってほしいですよね。結構ね、やっぱ足の子ね、言うても多分敷居が高いと思うんですよ。普段カンツリしかしない人っていうのは一回ちょっとねチャレンジして、そのネイティブのねトラウトを味わってほしいですね。私も今日初めて味わいました。すごかった。海と同じような、ね、海のハマチ釣ってるような感じの。そう、くんにゃー曲がってる。07のルビアスやからドラグがちょっとあんまスムーズ出えへんから、もう、はい、そう、うん、みたいな感じでジジジジみたいな感じで。さあ、じゃあ新井さん、はい、次いつ行きましょうね。来週行きますか。逆にまだこれからの時期の方が、特にこの南側というかこの、ね、箱根港周辺は良くなるっていうことをなんかさっき聞いたんでね、もうちょっとまあこのネイティブを楽しもうかなと思います。またね、一緒に行きましょう。よろしくお願いします。お願いします。はい、お疲れ様でした。はい、じゃあ